英領北ボルネオは、現在の英連邦加盟国マレーシア連邦のボルネオ島部分を統治していた英国領植民地の名称である。ボルネオとは、マレー系王朝ではあるもののマラッカ王国など、半島部分とは別の王朝として、古くからこの島に存在したブルネー王国に由来する名称で、ブルネーのスルタンより内戦鎮圧の功績を認められた白人入植者が、 独自の領土を与えられたことに始まる。他のアジア地域における英仏系植民地と異なる羊を持つ、この地域は次第に英国本国から離れ、徐々にブルネーから領土を削り取ることに成功し、19世紀中頃には独自の移民族による住民統治という個人国家を建設した白人王ジェームズ・ブルックによって、 領地の独立が試みられた。これは最終的に成功し、1846年、現在のサラワク州付近にサラワク王国が設立され、当時の欧米列強や大日本帝国及び新朝、中華民国もシーレーンの要衝にあたる同国を国家承認した。このサラワク王国の地域の北に中小規模な領土のみが残ったブルネーダルサラーム王国を挟み、 北に広がるサバ州はイギリス東インド会社の直轄植民地とされた。このサバ州の部分を英領北ボルネオと呼んだ。このボルネオ東北部が3等分された状態は20世紀に入っても変わらず、当時はマレー半島とシンガポール及び北ボルネオが英国植民地であり、この地域の独立国はシャム王国を除いて存在しない時期であった。ボルネオ島ではブルネ王国と 事実上の島の支配者であり、一時はブルネーのスルタン以上の権力を誇っていた白人王朝サラワク王国と中流英国軍が握っていた。この後1941年まで三代に渡り続いたジェームス・ブルックの世襲王朝も含めて白人利権を追放した日本軍によって解体され、第三代白人王バイナー・ブルックは軍政下から交渉によってオーストラリアに亡命。 王は日本軍が撤退した戦後もサラワク王国への帰国を望まず、そのままオーストラリアで市民権を得た。旧サラワク王国は英領北ボルネオに統治権を譲り、英領北ボルネオがサラワク地方も合わせて統治するようになり、この状態は1945年以降も続いた。その後、この地域はクアラルンプールを首都とするマレー半島部分と同じ。 国家として統合される運びとなり、各州にスルタめを置く連邦制を採用した立憲君主制連邦国家マレーシア連邦の建国によって、現在の形であるマレーシア連邦サバ州及びサラワク州ブルネー王国は英連邦加盟独立国として残存となったが、いずれも英連邦加盟国家であり、英国軍やオーストラリア軍などとともに、 集団的安全保障体制を敷いている。すでに、マレー半島部分は直轄海峡植民地であるペナン島やシンガポール島を分離する形で、イギリスの植民地もしくは保護国となり、この地域に外国の影響を受けずに自主決定権を行使可能な独立国家は、シャム王国、現在のタイ王国だけになっていた。19世紀半ばのブルネ王国領地内地では、 原住民の反乱が相次ぎ、ブルネー王国のスルターンは1839年に、サラワクのクチンにやってきた、イギリス人の探検家、ジェームズ・ブルックに鎮圧を依頼した。ブルックは、ほとんど英語話者が存在しなかったことも幸いし、シンガポール島を要塞圏本拠地とする英国海峡、植民地成長軍事組織の協力を取り付けたことで、反乱の武力鎮圧に成功し、 ブルックにはスルタンからの法相として、サラワク地域に認じられた。ブルックは白人王の称号を与えられ、ここにサラワク王国が建国された。サラワク王国は独自の社会を形成し、英国式立憲君主制国家を目指して、各種制度を制定した。日本でも、明治維新以降から存在が知られていたこの世襲王国は、昭和期に至るまで、 約80年間ほど存続しており、東南アジアに存在する白人王のイスラム教王国として、世襲王朝として3代続いた。第二次大戦を経て、統治継続を望まなかったブルック家の申し出により、戦後の南ボルネオ地域は、マレー領植民地に戻ってきたイギリス軍の支配下に置かれ、マレーシア連邦の成立によって、北ボルネオは、同国サバ州となり、 元サラワク王国地域はサラワク州となった。現在でも一部ではサラワク王国時代の教育を受けた住民がおり、サラワク州住民のアイデンティティはマレー半島に住むマレーシア国民と様々な点で差異が見受けられるとされている。複雑な流れを経て南北領ボルネオ地域はマレー半島以外のマレーシア領土を形成する連邦構成地域となった。ありがとうございます。